皆さんこんにちは、リアンです。今日は人気のあったボロボロを楽しむ総集編です。まず1本目は、古い穴の開いた大風呂敷でコートを作ります。2本目は、めちゃくちゃ古い博多織の帯でデイバッグを作ります。どうぞお楽しみください。皆さんこんにちは、リアンです。今日はもうめっちゃやりたかったことがずっと先延ばしにしててあって、やってみようと思います。何かっていうと、見てこれ、大きいの大風呂敷、じゃーん、こんな130cm×130cm の大風呂敷を使って、市販の型紙を使ってスプリングコートを作りたいと思います。普通の型紙だけのでバッツリ取れないじゃない、形が変形してるし、きっと生地も足りないから。だから型紙を切ったり剥いだりとかしてパッチして1枚のガウンに作り上げていきたいと思います。で、型紙は皆さんお気に入りのものとか、何でも一度作ってみたかったなって思うものでいいと思います。今回参考にしていただけるかなって思うのは、どうやってこう寸法足らないところを剥いで継ぎ合わせて1枚のパーツにして組み立てていくかっていうところだと思います。で、私が今回使用するのはこの大風呂敷と、あときっと生地が足りなくなると思うので、これ全部骨董市で見つけたんですけど、昔のでんぷんの配給袋、これ袋状になってます。こんな感じの袋状になってるでんぷん袋で、あとまだ足りなかったら、なんか古い風呂敷も剥いでいこうかと思っています。で、今回は市販の型紙使います。私の大好きなリックラックさんの型紙です。ずっと前にリックラックさんにメールして、型紙使って、なんか着物のリメイクの作るご紹介していいですかっていうふうにお問い合わせして、いいですよっていうふうに言っていただきました。えらい昔やけど、やっと今になりました。それでダウンコートを作っていきたいと思います。もし私と一緒のが作りたい方は、この型紙のリクラクさんのリンクを動画のタイトルの下に貼っておきますので、よかったらそちらからご覧ください。今日は市販の型紙を使うので、別にこの型紙でなくても、ご自分の作りたいものの型紙で、こう生地が足りない時とかリメイクの時とか、どうやって剥ぎ合わせて私工夫して作ってるのか、そっちの方がポイントなので、それで応用していろんなパターンのものを作っていただけたらいいなと思っています。で、リクラックさんの型紙のとってもいい説明案件ちゃうねんで、この型紙の何がいいかっていうと、サイズ別に1枚ずつなんですよ。だからよくこう一つの型紙で SML っていうのがあって、こう自分の使うやつ線引いてこう切っていくっていうやつじゃなくて、 L は L サイズの型紙、 S は S サイズの型紙、それでもう縫い代も全部書いてくれてあって、合い印も書いてくれてあるので、ハサミで切ってそのまま使えるのが好きです。じゃあやっていきます。で、まずレイアウトやっていきたいと思います。さあ、ちょっと不安になってきたわでかすぎるわ取られへんかもしれへんわ。いやー、思ったよりでっかい。よし、副音声のリアンです。今大きな型紙をカッターで切っています。下には大きなカッティングボードを引いてやっているので切りやすいですよ。はい、揃いました。前身ごろ、後ろ身ごろ、ポッケでフードに袖、全部切ってここに置いてあります。ポッケとベルトとフープはもしかしたらパーツが足らないのかもしれないので、置いときます。なくさないように入れ物に入れておきます。この型紙には作り方が丁寧に書いてあるので、この順番通り今日はやっていけばいいと思います。はい、揃いました。ではやっていきたいと思います。片栗粉の袋、これを足らなくなると思うので、そちらのパーツに使います。それでパターンを置いてって、ちょっと手加えてアレンジする前に、この裾の方もいっぱいいっぱい使いたいってことが分かったから、裾ほどいていくわ。ちょっとお茶でも飲みながら。このコーヒーカップはお気に入りのコーヒーカップやね。これ、ここ穴開いてたりとかしてて、
こう作ろうってあるねん、ぐちゃぐちゃと。これがまたいい味やと思うねん。で、しっかり洗ったよ、これ。よいしょ、計算ね。もうやりたいと思ったらすぐやりたいから、このまま素材で置いてて、全然なんかもう、いや何ヶ月も何もしなかったくせに、いきなり明日来たいとか思って作り始めた。よく母親にテストの前の日に一夜漬けとかやってて、あたは泥棒見てからなは縫うんやなって、これ寝た前も言うたけど、言われてたけど、まさにそう、今そんな感じ。明日着ていきたいからやってるけど、多分間に合わへん。でもやりたいからやる。作りたいもん作るのが一番幸せですよね。今回風呂敷使ってるけど、別に柔道着とか剣道着とか分からへん、着物ほどいたやつとか、お好きな布で寸法足らないやつとか組み合わせてレイアウトして作ってくれたらいいと思います。染める前に縫ったあるから、糸も染まってて見えへん、ほどきにくいけど、全然生地が足りないんで、もうこの端っこの3センチ欲しい。 1.5 ぐらい広がると思うね。これでこれ広がったらこの分縫い代にできるやん。そう思って一生懸命ほどいてるよ。片栗粉の袋も準備していきたいと思います。中からほどいていきますよ。これはね、なんか鎖編みみたいになってたので、簡単にほどくことができました。開くとこんな大きさになります。いい感じ。それではこの大きな風呂敷の上にさっき切った型紙を配置していきたいと思います。外表にして、背中心になるところは輪になるので、それを2つ折りにします。後ろ身頃輪を配置して、前身頃を置きます。やっぱり足らないですね。どうしましょう。ここでデザインを考えていきます。大雑把にイメージのイラストを描いて、どこのところを風呂敷を使うか、足りないところは片栗粉袋をどのように入れていくか考えています。だいたいこれ考えてる時間は5分ぐらいでしたね。サイズを小さくして、で後ろもデザインしていきますよ。フードの配色の感じ、身ごろの切り返しをざっとイメージします。わかりやすいように色分けをしていきました。風呂敷のところは紫ですね。で、半分のところは黄色にしました。こうするとイメージがつかみやすいですね。だいたいこれが考えている速さのスピードです。だいたいリアルタイムで編集しています。ちょっと考えたりとかして、イメージ頭の中で組み立ててみます。で、配置を変えて、下も足りなさそうだから下にも切り替え入れてみよう、どうかなと思って、それでちょっとデザイン書き換えてみたりもしました。風呂敷持ってきて、全部半分を使うか、それともこの手持ちの風呂敷でレイアウトを考えてみます。本体の一番メインの上に乗っけるだけ乗っけて、イメージを頭の中で組み立てていきます。生地の厚さ、色の感じ、配置のことなんかも考えていきます。今回はいろいろ色を混ぜるのではなくって、2色に絞ることにしました。よし、イメージができたので動いていこうかなと思います。 OK って感じですね。風呂敷の上に型紙をレイアウトします。今回は風呂敷と帆布の使うところに分けて考えていきます。帆布で使うところは折りたたんで見えなくしていきます。実際の風呂敷のところのところだけ当てられるように畳んでいます。帆布を持ってきて、今度は柄の配置を考えています。ここがポイントですね。はい、ではさっき大きい風呂敷にレイアウトしてみて、で iPad でデザイン考えてたじゃない、あの通りに型紙を今度アレンジして切り取っていくよ。でも切り取る前に一応こういう風にするっていう線引いて、それで風呂敷の上当ててからやろうと思う。でまずここをこのラインから13センチ短くする。全部13センチ、前身ごろ、後ろ身ごろ、フードの裾、全部13センチ短くする。だからここの線に沿って13センチのところをちまちま点つけていって、それを手で結ぶ。
下カーブになってるから下のカーブに合わせて印つけていかへんと模様がついてこないからね、切り替えがついてこないと思う。こんな感じじゃない？後ろ身頃の脇と前身頃の脇がつくから出来上がり線でつないで、ここや。それでこれもで、フリーハンド心配な人はちっちゃい点いっぱい打っていくと引きやすいよね。ね。そしたら次このまま続けてガウンも裾までくっついてるから同じように出来上がり線合わせて、ここ切り替えで、ね、ここ切る出来上がり線、これ出来上がり線で、こっちに1センチ縫い代取ること書いとかないとね。剥ぎ合わせるのに1センチ1センチの縫い代で剥ぎ合わせるからね、布カットするときにここに縫い代つけるの忘れたらあかんからね、書いとく。あと合わせ目分からなくなるからパーツが迷子にならないために同じマークつけとく。星ハート、これ三角。じゃあこれで裾の方は OK。じゃあ次、脇。脇はね、模様を見ながらここを折って線つけたんですよ。だからこの後ろ身頃に合わせたいと思います。で、ここは白で、でここが切り替えライン。そんなら、この前もここで出来上がり線で合わせて、よいしょ、ずっと出来上がり線重ねていったら、ここになるように折る。ここね、ここと並べてつながるから、こことここつながるから、でこれをまっすぐ垂直に下ろしてくる。こっちまでね、でさっき折ったんですよ風呂敷広げてる時にこれぐらいかなって。で次フード、フードデザイン画でここの前だけ風呂敷の色にして、切り替えでここに白入れることにした。だからこっちが白でこっちが風呂敷で、ここの線で切る。ここの線はちょうど真ん中6センチ真ん中のところ、ちょうどこの生地目模様のラインのところで切ります。でこっちに縫い合わせるために1センチの縫い代、切れ切る時に1センチの縫い代を取る。ダーッと白が来て、ここも白にする。生地こんな長くないと思うから多分剥ぐと思うけど、これで いいです。次袖、袖のここのとこだけ白に切り替えようと思います。これも先風呂敷見ながら適当に線引いて、でどれぐらいになるかなと思ったら自分の方合わせていって、こんだけ白いいね。ここで切り替えます。こっちが白で、脇のところも切り替えるようにしたい。でさっき折ったのがここやな、こんだけブルーにして、こんだけ内側ね、なんか雰囲気でさっき折ったんですよ、その折った線に雰囲気でつなげますなんか雰囲気雰囲気雰囲気、なんかこんな感じでやります。大丈夫か、私多分なんとかなると思う。ただね、本当はここ中側が白くって脇側が濃い色の方が引き締まるんですけど、今回そんなこと言うてられへんからね、名前つけとかへんとこれどっちやったっけってなるからね。じゃあ今線引いたところの折り目折ってレイアウトして足りるかどうか見てみるね。型紙は1600円ぐらいやったかな。お安くはないんだけど、自分で線引いたりなんだかんだやってる労力考えたら、時給に換算したら1600円払った方が安いそれに気持ち的に簡単、嫌にならない、すぐ作業にかかれる、中堅で好きですね。でパターンがかっこいい、ベタ褒めで自分でカットしたところ縫い代を取り忘れたり結構するから気をつけること、これ自分に言い聞かしてるよし、じゃあこれで風呂敷にレイアウトしてみよう。じゃあレイアウトやっていくよ。
で、これ後ろ身ごろはね、これ風呂敷半分に折ってあるからね。よいしょ。で、ここ後ろ、これ前ね。で、これ近い方がいいと思うね。柄が近いからね。ここを折って、ここ切り替えのとこね。イメージ。で、2センチぐらい開けて配置。フード、いけるかな？うちは白やから、こう。いける？ギリいける？いける。ほんで、袖。じゃん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 。オッケー。袖もうちょっと取れるね。うん。じゃあね、これぐらい。いいですね。だいたい合いました。そしたら、今、線引いたとこ、ハサミで切って、パーツ分けていきます。で、縫い代を忘れたらあかんとこ、ちょっと蛍光ペンで色塗っとこうか。ここ縫い代つけやなあかんとこね。私、どんくさいから、これ自分のために印つけてるんで。どうする？ここ一枚の布にしちゃう？どうする？いやよし。よし。はい、OK です。じゃあ、ハサミで切っていくよ。ハサミ切るぞ。じゃあ、切っていきます。そうしよう、そうしよう。 iPad ちゃんも変更しとこう。ここが消えて、ここが消えて、こうなって、こうなって、こうなって、で、ここを風呂敷にして、んで、こう白にする。どうしよう。なんかここはなくて白に、あ、じゃあここが白になる。こうしよう、こうしよう。デザイン変更しました。変になったらどうしよう。よいしょ。ここも分けることにした。このようにどんどんズタズタに切っていく。よしよしよし。あ、いいこと考えた。これフードすそな。フードのレイアウト変えたらお袖が全部取れるようになった。フードのあれ変えたら袖。でもカフ貼った方が可愛いよな。ポケットになる。ポケット位置がここやから、裏の模様は、裏は真っ白かな。ポケット1個つける。ポケット1個つけるっていうのも変じゃない。ポケットにしちゃう。ここ、こうやってカフスにして、あ、ポケット取れる。フードのレイアウト変えたからポケットが取れるようになったわ。で、ポケット1個だけつけようか。1個しか布ないからな。別にあれで、よし、じゃあポケットつけることにしよう。うん、で、こんな感じにレイアウトして切っていこう。布切っていく前に縫い代つけるよ。で、縫い代つけるね。カットして足らんかったこの黄色い印のとこだけ縫い代つけていきます。このね、1センチの目盛りのある定規便利よ。こうやって1センチの目盛りを当てて、ちょっとずつ生地斜めとかになってるから、そしたらこうやって定規動かしながら線してあげると引きやすいですね。裾カーブしてるでしょ。そしたらこうやって定規を動かしていってあげる。1センチの目盛りに合わせて、そしたら引きやすいね。こんな感じって感じで縫い代取って、でレイアウトしてカッターで切っていくよ。
ただ単に私が楽しく作る動画やね。お総出がアレンジしたからポケット分の生地が1枚取れたの。それでなんか剥ぎ合わせたらもう一個ポッケできそうな気がする。ポッケをもう一個作りましょう。こんな感じ。ここにドアやパッチシール。こうやってこれパッチしよう。このままチャ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 っと。でとりあえず仮止めセロテープ、これでパッチします。パッチっていうか、まあ、ミシンでガシャガシャっと縫おう。よいしょ。あ、ポッケできたよ。ポッケ2ポッケ。あの風呂敷でこんだけ残っただけ。またなんかさっきのポッケみたいにこれも使いようあるかもしれへんから最後の最後まで置いとこうと思います。じゃあ次は白い方を切っていくね。はい、白い方の生地のパーツを置いてみました。これはこの袋開いて2枚外表に重ねてあります。で、こう裾を。で、後ろの輪のところは輪で取れないので縫い合わせることにしたので、ここに縫い代を取るように覚書きしてます。このようにレイアウト、あの前身頃とか後ろ身頃も左右対称であるからその辺気をつけて取ります。で一応全部できたんですけど、ここのフードの前のところがだいぶ長いんで、この長いところは3等分して合わせて、間にさっきの残ってた風呂敷のやつをパッチしてちょっとアクセントに入れていこうかなと思ってます。でこれでちゃんとレイアウトしてカットしてみようと思うで。ほう、じゃあ全部カットできたから並べていってみる。はい、じゃあよいしょ。アナゴちゃんも来た。ナイちゃんも来たね。じゃあママ並べていくからね。前身ごろこう間に入っていく。よし、はい、できました。パーツ結構大変やった。これで、最初の型紙の形になるように全部1センチの縫い代で端っこを始末しながら、私はロックミシンで一辺に始末しながらまっすぐ縫っていきます。ロックミシンない人は全部端ギザギザミシンかけてからつなぎ合わせていってください。結構大変かもしれん。これで一つの型紙にやっていきます。そしたらミシンの部屋やね。いやいや大変や、どうしようか分かれへんなるから、セットしながらやっていかないとあかんな。うん、頑張ろう。おお、ミシンの部屋来たよ。じゃあね、この相棒のロックミシンで剥いでいく。で、このフードの細かいとこからやっていこうかな。で、これバラバラになれへんようにちゃんと留めてあるやつは大事にこのまま置いとくよ。よいしょ。フード裾順番通りに並べていこう。こういう感じで。もう並べていくの決まってんの。このまんまつなげていく。こっちが表やからこうやな。でこうやな。で長さはちょっと長い目にしてあるけど、後でつないだ時に合うかどうか見るからね。だからこの裾を縫うのは全部履いた時にバランス見てからつけることにする。そしたら今度これとこれで青青って続くからこっちに入れよう。こっちが表でこうなってこうなって、こっちが表でこうなって、ややこしい今日あんまり喋ってないでしょ。ややこしいね。こ
これでフードのパーツの片一方がつながったから、これをミシンでパッチしていくよ。もうコッパみじんに切ったね。で、私はロックミシンで端かがりながらするけど、ロックミシンない人は縫ってジグザグで端ほどけへんようにやってってね。で、1センチの縫い代でパッチしていく。できたよ。こんな感じに剥いでいって、で1枚のあの最初のパーツを作っていきます。じゃあちょっと細かいけど頑張っていく。ほんでこれパッチつなぎ合わすことができたら、アイロンかけて、向き同じように押さえてアイロンかけて落ち着かせておいてください。じゃあやっていくね。はい、じゃあね、ポケットポッケをパッチしていきます。パッチって次当てることかなと思って使ってるんやけど、これねバラバラのパーツやったんですよ。でもうこの辺とか全然生地足りなくって、ポケットの四角になるように置きました。でそれをバラバラやからね、バラバラだから、わざと白い糸で細かいのでぐるぐるぐるっとステッチかけていきます。補強するとともに可愛くなったらいいなと思って、ここ切りっぱなしです。古着やからわざと切りっぱなしでやった方が面白いかなと思って、その感じでやってみますね。よし、はい、ポケットのパーツできました。なんか可愛いもらいになったね。ポケットのパーツできました。はい、全部のパーツを剥ぎ合わせました。薄かったところにはちょっと裏地を当てて刺し子風にしてみました。見てみましょう。はい、刺し子風にしたところはこんな感じです。ちょっと目が荒くて汚いんですけど、裏に布地を当てて補強しました。光に透けて見えて、ちょっとだいぶ弱ってたので当て布をして刺してみました。ここにも小さいのが穴が開いたので補修しておきました。こんな感じに弱っているところ、ここ弱っているところなんかを補修して剥ぎ合わせました。これがお袖です。後ろ身頃です。そして前身頃にフードです。なかなか剥ぎ合わせるの楽しかったです。そしたらいよいよ説明書に沿って作っていきたいと思います。じゃあね、パーツできたから本体縫い合わせていくよ。超楽しみ。じゃあね、前身頃の方にポッケつけていきます。今回はこの市販のピックラックさんの型紙使ってるので、書いてある手順通りにやっていきます。皆さんお好きな型紙にされてたら、お好きな手順でやっていってください。こうやって自分の好きなものを作るときは、私はこういう風にテーブルの上にまっすぐ縫いの職業用ミシン。で4本のロックミシン、これで端の始末をしながら一気に縫えます。直線ミシンは細かなところやポッケをつけたりするのに使います。そして小さいアイロン板、そして小さいスチームアイロン、これさえあればもう動かずにあっという楽しいソーイングライフができると思います。見た目ね、ちょっとぐちゃぐちゃで申し訳ないんですけど、これがベストな私の作り方です。ほなやっていく。もうパーツ出来上がってきて超楽しい。じゃあポケットつけていきます。じゃあポケットの上1センチと3センチ折ります。こっちが裏、まず1センチよいしょ。いつもはスケール使って折るんだけど、だいたい適当です。3センチここ、これぐらいです。線引いた方が早いねポケットもう一個あったね。1センチと3センチに折って、で下は1センチずつ折ります。もう線引いた方が早いから引いちゃおう、うん、はい、できました。かわいい。でここの上のとこだけ軽く端っこミシンかけてあります。でルーズぐるっと1センチにアイロンかけて、それでこれ前身頃パッチしてあるやつね、で最初につけたこの
ポケット印、型紙についてたやつ写してあるから、ここに当てていくよ。で、こっちは柄あるから、こっちのシンプルな方をここにくっつけようかな。ちょっとレイアウトしてみるね。で、こっちはもう何もないから、こっちのいろいろパッチして模様模様になってるやつをつけ。せっかくこここんな可愛い柄やのに、ポケットつけたら台無しかな。まあ、いいか。つけるか。悩み中。ポケットつける。生徒さんにコメントいただいたんですけど、一貫張りの私のこのスペース、こんな狭いとこで作ってるの私にもできそうって言ってもらってちょっと嬉しかったですね。めっちゃ狭いよまあ何でも手が届くところにあるっちゅうのはいいよね。ここをちょっと返し縫いして、こういう感じです。こうやってこうやってこうぐるっと縫います。でまた1センチぐらい来て、こうやってやるとポケット、しっかりしたポケットになるっちゅうわけです。なやっていくね。はい、ポケットつきましたよ。よう分からへんねでもなんかアクセントになっていいと思う。でポケットついて前身頃が準備できました。そしたらここ今度後ろ身頃と前身頃を型でくっつけます。これ後ろ身頃、中表に合わせて、よいしょ。で型を1センチの縫い代でミシンかけるよ。でロックミシンかけるときは必ず待ち針使わないでね、危ないからね。クリップで留めときます。既製品の型紙ってきっちりしてるからビシッと合うよね気持ちいい。で普通のミシンの人は1センチの縫い代で縫ってジグザグミシンかけて始末してください。私は4本ロックなので縫ってそのまま端かがれちゃいます。ほなやりますね。私は 7.5 ミリ幅の目盛りでやってるから 2.5 ミリはみ出る感じでやったらちょうど1センチのところに縫い代きます。型縫えました。そしたらこまめなアイロンが綺麗にできるコツやからアイロン割っておきます。縫い代はだいたい背中の方に倒すかな。こうやって倒してアイロン、はい、前身頃と後ろ身頃つながりました。じゃあフードを縫っていくよ。フードはここずっと長い、ここ長いのズルズルズルってあるんだけど、まだ頭のとこだけね。ここを1センチの縫い代で縫ってジグザグミシンかけてかけます。私はロックやから一発 OK ね。じゃあかけます白やけど紺の糸で縫っちゃうもんね。縫えました。で縫えたらアイロンで右側に倒すって書いてあったね。こっちこうやって表からかけてこうやってでこれを右側に倒す。でこの時にこれない人はタオルまとめたやつとかでもいいです。こうやって中側に入れてで縫い代は右側に倒します。それでアイロン当てます。よいしょ。表からね。こうやって。長い長いよ。でも楽しみ、間に合うかな。今日は憧れの作家さんのところにこれを着ていきたい今出かける1時間半前、できるのでしょうか。よし、いけた。これで倒れたんじゃない。よいしょよいしょよいしょ。フードできたよ。すごい、かっこいい。そしたら次、このフードの端の始末やな。開いて、ここここフードのここかを1センチの三つ折りにしてミシンかけるんやけど、アイロンで先1センチやっとこうね。一貫張りのリモート教室というのもたまに不定期開催で少人数でやってるんですけど、生徒さんが私がこうやって動画で水入れてるのを見て、先生あれいいから私もやってるよって言って見せてくれました嬉しかったです。なんか楽しかったですね。こういう時に1センチプレートがあればいいんやけど、まあ自分のやし目分量でやっちゃいます。見て、合ってないところ、まあ、ここで適当に三つ折りの時に辻褄合わします。よいしょ。
ね、スチームかけたらあっちゅう間よ。これ長いから本当は大きいアイロン台で一気にやったらいいんですけど、そうすると録画ができないからここでやっちゃう。あっちいから気をつけてね。もうパッチ昨日やったんですけど、パーツを作る剥ぎ合わせるまでが大変。もう型紙通りのパターンパーツができたらあとは簡単楽しい。今一番楽しいところ、どんどん形になっていくからね。で今回わざとシロイドを使ってます。ロックミシンは青やけど、使っ縫う分量の多かった方で使ってます。でアクセントになって可愛いかなと思って、この青と 裏の青と白の糸の使い分けで邪魔くさいだけやねんけどアクセントになって可愛いからええやろっていうことで、そういう風に自分に言い聞かせてます。この片栗粉の袋も帆布でできてて、ゴワゴワして硬いかなと思ったんですけど、かなり薄い帆布なので、でまたこの大風呂敷の方は普通の風呂敷よりも分厚かったので結果良かったかなと思ってます。こう剥ぎ合わせるの手間ですけど、できたら可愛いと思うよ。すごい私これ絵のできると思います。パッチするとき、こう自分でイラスト描いてましたでしょ。こんな感じで、で型紙は既製品の型紙使ってるので間違いなく綺麗な形にはなるので、切り替えのとこだけ自分のセンスがググッとものを言うかと思います。だから材料と色の合わせ方が作る時のポイントやと思います。だいたい自分の好きなもの好きなもので合わせてたらいつも不思議に雰囲気合うんですよね。こう無難なライン行くと面白いないかなと思います。無難でそれなりの素敵なものはできるかも。でもさすがにここ広いステッチやね。楽しい。最近着物のリメイクばっかりやってて、着物のリメイクも楽しいんですけど、あ、今私着てるチュニックも昔作った動画のチュニックで、この辺に貼っときますね。動画のタイトル下にもリンク貼っときますね。めっちゃ簡単、1枚の着物でチュニック2枚作れる。もうこれはで、この今着てる赤いやつは何回洗っても色が出るので単独で洗います。はい、長い長いアイロン当てました。そうしたら三つ折りのところのところ、ここ端っこミシンかけていきます。端っこミシンは直線ミシン。よし、縫えた。フード前っかわできた。じゃあ次前身頃とつなげるのかな。型紙屋さんの順番通りにフードをつけようと思ったんですけど、私前身頃と後ろ身頃の切り替えをくっつけて作ったんです。だから先にフードをつけるとやりにくいから、お袖つけて脇縫ってから、これでちょっと順番変えますね。でないと長さが合わへんし二度手間になるからね。じゃあ先に本体と袖をつけます。こっちが前身頃、こっちが後ろ身頃です。ね、で袖に前と後ろ変えたら、こっち前やからこれ反対やね。分かりにくいのでパーツの時に必ず前と後ろ印分かるようにつけてあります。でこっち前身ごろに前の袖、こっち裏よ。でこっちが前身ごろで、こっちが後ろ身ごろで、こうやって合わせたら中表で縫えるようになるからね。でまず袖山とこの合い印で当てていきます。で今までずっと1本ロック1本でやってたんですけど、ちょっと袖はカーブがいろいろあるので、直線ミシンで縫うてからロックで始末していこうと思います。だから待ち針使います。合い印で合わせていきます。合い印、合い印、合い印あると便利よねと私ハイであるから誤差出てくると思うので、その辺は適当にしっくりいく感じでくっつけます。楽しい。今日お出かけに間に合わへんかもしれへん。でも焦って変なんなるよりええよね。絶対ええのできると思う。中表でくっつけました。じゃあここを直線ミシンかけてロックミシンで端かけます。ゆっくり縫っていくね、カーブやからね。できた。で端も綺麗にかがれました。大きすぎて分からへんじゅうね。はい、端も綺麗にかがれました。
そしたら反対側のお袖もつけていきますね。はい、お袖がつきました。そしたらお袖ね、ここ袖口から脇、脇から裾まで、裾までぐーっと直線ミシンで1センチの縫い代で縫って、ロックミシンで切りながら始末していきます。はい、つきました。じゃあこれ反対側の袖もやるね。はい、お袖ができました。見える映ってる。これ裏向けてて、でここ1センチと3センチの三つ折りにしてあります。でこの袖口を縫うときは、こうをひっくり返して、よいしょ、こうやって入れて中を見るように縫っていくのが縫いやすいです。じゃあやっていきますよ。3センチのとこやから端っこ5ミリ開けてミシンかけていきます。ぐるっとね。はい、こんな感じ。お袖できました。はい、順番逆になりましたが、お袖ついた後でこの裾の部分を後ろ身頃と前身頃をくっつけてパターン取っちゃってたんですよ。だからちょっと順番変わりました。お袖つき終わってから前身頃と後ろ身頃の袖ぐるっと一周分中表で縫っていきたいと思います。それからフードをつけます。もうこれはロックミシンで一気にやっちゃう。縫えた。はい、裾縫えました。こんな感じね。そしたら次アイロン当てたらフードつけていくね。本当はもう家でよう思ってたんやけど、今日このお風呂敷を材料譲っていただいた作家さんが今銀座のギャラリーで個展やってはるんですよ。その個展にこれを着ていきたくって、もうこの間から必死で塗ってるの。今日も朝5時から起きてやってるんですけど、で彼女に見てもらって一緒に写真撮りたいという不安心で必死です。本当はもうそろそろお家を出て先に用事を済ませようと思ったんですが、間に合わへんから頑張って仕上げられるかな、仕上げたいと思ってます。でもこまめなアイロンは綺麗にできる秘訣やから、ここでアイロンを怠ってはいけない。頑張れ私、丁寧に。はい、裾がほら切り返しうまいこといった、ぴっちりや。じゃあ次フードつけていくよ。絶対フードは最初のこのおすすめの順番通りにやった方がつけやすい。もう袖ついてたり後ろついてたりとかしたら分量多くてゴワゴワ。まず合い印に合わせてフードの後ろから肩からずっと留めてきました。見えへん10年なでこれをロックミシンで一気にガーッとグワーッと縫っちゃうよ。型紙がすごいきっちりしてるから、ビシッとビシッと合い印であってビシッとなるから気持ちいいですね。ついた。でけえ。フードつきましたよ。ほら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 、あと裾の始末やったら出来上がりじゃない。よし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 、こんな感じです。あ、間に合うかな、あと30分頑張るぞよし、アイロンかけたよ。じゃあいよいよ裾を塗ったら出来上がり。裾はもう大きくてここで広げられないんだけど、こうなってるでしょ。1センチと3センチの三つ折りにします。三つ折りにしたらまずこっから端ミシン 2,3 ミリのところをずっと向こうまでかけて、で全部かかったら今度ここ空いてるでしょ、ここのところ中入れ込んで、ここ
ここを 2-3 ミリ内側を直進ミシンで閉じるよ。そしたら出来上がり。あー着ていけれる。前にあと20分あるって言っても1時間押してるんやけどね。その前にいろいろ用事しよう思ってたやつは全部やめた。じゃあこれ端ミシンかけていきます。できた、できたよ、間に合ったよ。来てみるね、言うても見えへんと思うけどね。できました、やった。で、布とデザインの都合上ベルトもループも作りませんでした。全然ベルト取る分足らんかったからね。どう、かっこいい、かっこいい。全然わかりませんよね。はい、できました。大風呂敷で作る、大風呂敷と片栗粉袋で作るコート、見えへんちゅうめね。できました。今日はこれ着てお出かけ間に合いそうです。お写真全体のはこんな感じです。先生にも見てもらえたかな、こんな感じです。これ着てこの大風呂敷の素材を譲ってくださった先生に会いに行きたいと思います。全体着た感じこんな感じです。かなりかっこいいと思う。古布、古いものの持つパワーってすごいなって思いました。これかぶってみるね。フードこんな G、 こっち G ある方、こっち G ない、フード G ない、あ、ここや、ここや、フードこんなよいしょ、めっちゃ嬉しい、できた。またお会いできますのを楽しみにしています。リアンでした。バイバイ。皆さんこんにちは、リアンです。いかがお過ごしですか。日に日にとっても暖かくなってきて、ワクワクしてお出かけしたいような気持ちになってきましたね。私だけ昨日の夜突然レイバッグが作りたくなって、そうやレイバッグ作ろうと思って、昔作ったなと思って型紙一生懸命探したんですけどなかったので、家にレイバッグが何個も転がってたので、それで寸法を取ってパターン作りました。頑張ったよ。私たちでも作りやすいような感じで作り方アレンジやっていきたいと思います。だからまだサンプル作ってない、いつもの通りサンプル作ってないので、うまくいくかどうかはちょっと一か八か作ってからのお楽しみです。途中修正等ありましたら、修正等寸法を直した上で、いつもの説明のところでちゃんと直した寸法で説明していきたいと思いますので、ご安心ください。今日はちょっとパーツ多いよ、頑張るよ。で、用意するものは帯。別に私いつもリメイクで作ってますけども、普通の生地で作っていただいて全然 OK ですからね。で、今日はこの西陣じゃないや、博多織のおあつらえの古いアンティークの帯使います。あとベルト 2.5 センチ幅ぐらいのよくあるベルト芯使います。この他にファスナーとベルトジョイントの金具がいるんですけど、今なくて先に買いに行けばよかったんですけど、今日は松島から和書きをお取り寄せしてるんです。だから宅急便さんが来るまで出かけられないんです。おいしい牡蠣を取り寄せました。去年ぐらいから年に一遍お取り寄せしたいなと思って食べている、とてもおいしい牡蠣なんですけども、それが来るので、たまらん。それを受け取ってから途中抜けてファスナーと金具買いに行きます。牡蠣来るまでどんどんファスナーとパーツなしで進めるところをどんどんやっていきたいと思います。で、私は帯で作るからカット1枚でやるんですけど、もし普通の布で作られる場合は、この帯表裏両方表なんですよ。裏地付けたい人は私が書いてある寸法、書いてあるの2枚重ねて切ってくれたら同じような扱いになると思います。だからこれさ、後ろも前も綺麗やから、これでバッグの中もやっちゃう。ずっと前ね、リネンキャンバスでやった時は中は防水シートでやった。これはもうまるっとあるし、でもったいないかなと思ったんですけど、もう手先のところがほらほらもうね、傷んでるの。2つの山に折ってここずっともう切れてるの。
だからこっちが中になるようにして、この綺麗なところ表面でパーツを取っていきたいと思います。めっちゃかっこいいのにできると思うで。本当は手先カバンを作ろうと思ってた、ね、でも昨日の夜急にリュックが作りたくなった、ね、だからリュックにした。めっちゃパターン考えるのに時間かかりましたよ。すごい頑張って私。そしたら早速やっていきましょう。では用意するものと、あと生地の裁断の寸法と流れはこんな感じです。デイバッグもレシピです。ゆっくりご覧になりたい方は画面を止めてご覧ください。紙でプリントアウトしてご覧になりたい方はリアンのビジネスラインからダウンロードしていただけます。動画のタイトル横の数字がフォルダの名前となっておりますので、そちらを目安にダウンロードしてください。用意したものは袋帯が1本、60センチの両開きファスナー、20センチのファスナー、2.5センチ幅のベルト、2メーターぐらい。このベルトに合う調節金具2セットです。今回は2フ5の T30 という金具を使用しました。この図面は1センチの縫い代込みです。このようにカットしました。前面背面各1枚、ポッケ上1枚、ポッケ下1枚、側面受け1枚、側面かぶせ1枚、側面下1枚、ベルトカバー1枚、キルト芯2枚、パーツ1枚です。こちらの1枚と言っているものは、袋帯をそのままカットした状態ですので、表裏両方生地がついている状態になっています。このピンクのパーツ以外のものは、端っこミシンを先にかけておいていただくと作業が楽かと思います。っていう感じです。で、大まかな寸法を変えてあって、バッグのこの前面と背面、前面と背面のちょっと緩やかなカーブのところ、だいたいあれフリーハンドで書いてもらっても全然いいんですけど、私あのパソコンで起こしましたで、もし緩やかなあれとかよう分からへんからと思ってプリントアウトしたいなって思ってくださったら、私の LINE 登録していただけましたら、そちらからダウンロードできるようになってます。久しぶりやねこのパターンこういう感じでね作りました。ダウンロードの仕方等ですね、どうやったら皆さんに私のフリーハンドとか適当に書いた型紙が渡せるかなって考えたんです。 LINE の方から配布ができるっていうのが分かったので、 LINE 登録していただいた方には無料で配布しています。で、今のところあの LINE でこうやって配布させていただいてるんですけど、もどんどんあの LINE の料金とか規約が変わってきてまして、維持できなくなったらなくなるかもしれないんで、その時はお許しくださいませね。この寸法を見てやってくださいね。どんどんかかってちょっと負担になってくるかもしれないんでね、もしよかったら頑張って応援の意味でこうチャンネル登録ボタンを押していただけますと、成績アップで維持できるかもしれないんで、もしよかったらチャンネル登録をして応援のほどもよろしくお願いします。では始めていきます。で、先ほどの説明通りできて、これがもし型紙欲しい人はこういうのがダウンロードできます。これの型紙の名前は動画のタイトルの横に日付のナンバー打っておきます。202303なんとかなんとかって、それでデイバッグかなんか書いてつけときますので、それがファイル名になります。で、それを目印に2枚ありますのでダウンロードしてお使いくださいませ。で、プリントアウトするとこういうの出てきます。で、この星印は星印で見て、あ、書ききた、ちょっと行ってくるわ。書ききたよ、見る、じゃん、書ききました。おいしいよ、じゃあ冷蔵庫入れてくるわ。大変お騒がせいたしました。冷蔵庫に入れてまいりました。では引き続きやってまいります。乗る？え？ちょっと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 大きいで、帯よりおかしいな、おかしいな、型紙修正せなあかん、型紙修正します。はい、寸法直してきた。これでいけるかどうかやってみましょう。と丸を合わせていけますように。私オートファジー続いてますよ。 1.5 キロぐらい痩せた、1週間10日ぐらいで。あ、オートファジーってあの16時間食べないダイエットね。
で、これを輪のところをここにぺっちょりつけて、もっとやり方あったらそっちでやってね。でここを畳んで、だから16時間食べてない、ドキドキやわ、合うかな、じゃなんじゃなんじゃの、ぴったりぴったりです。これやりましょう。もうよかったよ。じゃあパーツ切るだけ切ったらお昼ご飯にして、ファスナー買いに行こう。あ、そうしよう、そうしよう。このローリングカッターとか、この下に引いてあるのはカッティングボードっていうんですけど、すごくご質問が多いので、コメントでもお問い合わせがまだいろいろあるんですけども、こういった私が使っている備品は、さっきも申し上げました通り、動画のタイトル下の三角を押していただくとピロピロっと広がって、もっとよもっと押していただくとピロピロっと広がるんで、そこに全部 Amazon で買えるリンクを貼ってあります。そちらのリンクからポチッといって、そのまま買っていただけると、私のちょっとお小遣いが入りますので、よかったらそのリンクのままご購入いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、切れました。どう、かわいいね、めっちゃかわいいのできそう。じゃあこんな感じに全部パーツを用意していきましょう。おう、お昼ご飯食べて自転車乗ってファスナー買いに行ってきたよ。来ました、ファスナー、ファスナー、あー行ったよ、ちゃんとあったよ、ファスナー、両開きのやつね。もうファスナーと牛乳だけ買うつもりやったのに、100均行ったりスーパー行ったりしてたら2時間もかかってしまいました。またダッシュで自転車で帰ってきたよ。今日はちょっと暑いですねさあやっていきましょう。ならパーツ用意できました。これが前面背面で2枚で、これは帯をそのまま切ったわけやから、表も裏もあります。帯芯も入ったままです。ボロいけどね。で2枚とか重なってるやつは一重にしててもいいね。でデイバッグでしっかりしているから、帯芯入ってた方がしっかりできると思うので、そのまま用意してます。じゃあパーツの説明していきます。前面背面各1枚、ポケットのこれ上の部分と下の部分も1枚、これも同じようにパーツ帯芯入ってるからね。側面のかぶせが1枚、側面の受けが1枚、側面の下が1枚、長いです。でこれがベルトカバーパーツ、ちっちゃい正方形ですね。この小さい正方形は帯芯取ってほどいてあります。ベルトカバーも中の帯芯こうやって取っちゃって、でこれで1枚ずつ分けて使います。これで2枚として使います。でこの帯芯は使わないのでポイヤ。これが布の準備です。はい、これがパーツです。キルト芯6cm×39cm が2枚、 60cm の両開きのファスナー、20センチの片開きのファスナー、あとこれ100均のヘアゴムで太い方です。でこれベルト調節するバックルが2点、金具でもプラスチックでもお使いになりやすい方でいいです。 2.5 センチ幅のベルトですを使ってやっていきます。ではジグザグミシンかロックミシンをかけときますね。予測ベルト芯、ここほどけてくるから焼いときます。って感じで全部焼いておきます。ロックミシンかけます。これね、バラバラにならへんようにね。こんな感じでかけていきます。はい、カーブジグザグ縫いできました。デバッグって見た感じ難しそうでしょ、でも大丈夫多分ね20年ぶりぐらいかな作るの一つ一つやってったら、一つ一つは簡単やから、それを順番にコツ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 と積み立てていったら、最終的にはデイバッグになるはず。じゃあやっていきましょう。まずパーツから作っていきましょう。まずここのベルトのね、ところね、ベルトのところを作ります。材料は一番最初に切ったベルト用の布2枚、それとキルト芯2個で、バックル2つで、これ受けの方のやつね、9cm×9cm の布2枚、それと 2.5cm のベルトを
説明の通りカットして、ここはライターで炙って焼いてあります。そしたら作っていきますね。ベルトカバーを作ります。このパーツを2つに半分に折り、1センチの縫い代で横を縫い、こちらも縫います。縫い目から1センチ、端から1センチのところに印をつけ、縫い目から3センチのところにも印をつけ、そしてキルト芯を重ね、この点が結ぶようにミシンで縫い付けます。これを返していきます。するとこのようにふわふわのパーツができました。こちらのパーツに70センチのベルトを配置します。端はこの辺に合わせて配置してください。じゃあまずこのベルトを2つに折ります。よいしょ、もう2つに手でこうやって折って、で1センチの縫い代で縫っていきます。いつも見ているくれてる人は飛ばしてね、くるくるって。初めての人のために説明します。私の寸法は全部1センチの縫い代込みです。で、待ち針もあんまり打たへんし、印もあんまりつけません。やることはこのミシンの針のとこから1センチ測ったところにマスキングテープ貼ってあります。それでマスキングテープに沿って縫っていくと1センチの縫い代で縫えるから、それを目安にやってます。まだやっていきますね。じゃあまず半分に折って、一番長いところの1センチ縫うよ。で縫って、でそこも1センチで縫って、それで4センチのところに印打って、今縫ったミシン目のところから4センチのところに印を打って、縫い目から1センチ1センチのところも印を打って、この今印を打った1センチとここの4センチのところをつなぎます。ここをミシンかけます。そしたらさ、キルト芯もここで縫っとかへんとはまれへんのじゃん。私キルト芯も縫っとこうか、後で詰められへんわな。じゃあここでキルト芯縫い付けてみますキルト芯に乗っけて、でここ4センチ4センチ縫っちゃいます。こんな感じで縫おうか。あかんかったら笑ってな、失敗したって言うからな。キルト芯も縫っちゃう。当初キルト芯入れるつもり違うかってんけど、ふわふわにした方が硬いかないかなと思ってさ。はい、切れました。このままやったらひっくり返しにくいから、ちょっとここ斜めにこんな感じで切っちゃうよ。こっちもね、変えるかな。ドキドキ、私こういうの返すの超苦手なんですけど、こうピコッとちょっとへこまして、ここに菜箸当てて、で一緒にうまいこと切ると挟まったらええね。切るとももう縫い付けとけばよかった。2本目縫い付けてやってみる。でもこれで綺麗にいったらこれで OK やんな。めっちゃ行き当たりばったりやね。おいけそうな気がする。あー、いけそうな、いけたいけた、いけましたね。それでこのさえばしちゃんで、あ、なんか綺麗に、よいしょ、やっていこうか。こうやって、こうチュイ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 と押して、ここもこうチュイチュイ。あ、ええやん、綺麗にいった。綺麗にいきました。ふわふわちゃんができました。でちょっとこれで軽くアイロン当てと、動かずに座ったままにできるのが私のアトリエのいいとこですね。この狭い狭いところがいいんですよ。あ、いいじゃん、なんかちょっと素敵なベルト芯になったね。どうどうどう、これいいやん、な、な。でこれにできました。ふかふかの縫えました。じゃあこれにベルトつけていきますね。ここにぴったり合うようにして縫い付けますちょうどこれのベルト芯の真ん中になるように、このようにセットします。でここ1センチぐらいのところをまっすぐ縫って、あと端ミシンでここまで縫っていきます。やって決めますね。もうね、本当はこの前にね、違うやり方でやってうまいこといけへんかったんですよ。で、円ペンほどいてまたやり直してるところ頑張る。
これでいけると思う。ポケのパーツを作ります。こちら1枚ですが袋帯なのでめくって2枚に分けて使います。斜めにカットします。中表で合わせ1センチの縫い代で縫います。ベルトを5センチはみ出させミシン目の上に置きこちらを縫います。こちらをキュッと返して押さえミシン5ミリ幅で2本かけておきましょう。バックルをセットします。バックルをセットしてテープを返してここにステッチをかけます。これちょっとしかないよね。これこうやってここいっぱい敷いたいからベルトを出してこれさっき三角に切るね。まず対角線でカットします。下縫いました。で下縫ったらここが5センチここからはみ出るように置きます。でここの縫い目にびっしり当ててここを1センチの縫い代でミシンをかけます。ちょっと失敗やってほどいたからヨレッとなってるよね。でこれをひっくり返します。こうやってね、以上うまくいきました。でアイロンで押さえて5ミリと5ミリの端ミシンを2本、 5ミリの端ミシンを2本かけます。こうやってベルト一緒に縫い込むことによって丈夫になりますね。これがやりたかってな、やりますね。で私のミシンの押さえの片っぽの端っこが5ミリ幅なんです。だからそれを目安に5ミリ5ミリで端ミシンかけていきますよ。その時にしっかりベルトも一緒に縫うようにしてね、これ丈夫にするのが目的ですからね。これで丈夫なベルトの受けができました。そしてはい、じゃあここ縫えました。端ミシンもちゃんとかけれましたよ。そしたらこのバックル通しますね。ここの真ん中につけるようにします。からこっちが上でこっちが表で下から通ってで6センチぐらい折り返しましょう。6センチぐらいここのところで折り返します。そしてここを端ミシンかけて縫います。はい、受けの出来上がりです。わんよちゃんとできるから受けの出来上がりです。はい、できました。じゃあこれにセットしてみますね。お願いちゃんとできてって感じ。これがこうなってここに通ってで、はい、来た。これで長さ調節の効くリュックのベルトができた。よかった。よかったよ。先これがうまいこと締まれへんかって。これでもう片っぽの方も作っていくね。よかった。頑張る。上面のファスナーパーツを作っていきます。こちらの幅が広い方の側面かぶせを3センチ折り、アイロンを当て端っこミシンをかけて押さえます。こちらにファスナーをつけますよ。ファスナーの端を両面テープで貼り、こうやって両面テープでファスナーを貼って端ミシンをかけて固定をします。ここね、こっちがギザギザになってる方で平らな方に合わせて端ミシンをかけます。もう大変。ここファスナーの側面メインのファスナーつけるんですけど、この短い9センチの方ジグザグミシンかけんでよかったから今必死でほどいときました。この9センチのやつここ端っこを縫えてるところを取ったんでここ分かれてた方が作業しやすいんで手でブチブチブチっと入れてほどきました。一応この状態でこれは置いときます。そうしたら上の部分のこの長い14センチの方ですね、こちらをまず3センチ折ってアイロンかけます。それでこれが久しぶりに出たアイロンボード、1センチごとに鉛筆で線引いてあります。これをここに置いてやね。でこれを曲げます。でこの3つ目の3センチの目盛りのとこまで折ったらこれで3センチ折れてるっていうことなんでアイロンかけていきます。これは普通のケント紙に私が1センチ置きに線引いただけです。これ結構便利です。
よかったら一つ作っておかれるといいと思います。はい、アイロンかけました。ここの3センチ折ったここ5ミリのところに端ミシンかけます。結構失敗してる今回。もうすぐワンちゃん散歩誘いに来ると思う。なんとなくいけたね。ここにファスナー、これ両開きのファスナーをつけていきます。ちょうど60センチやからファスナーのここに両面テープ貼るねん。そしたらやりやすいから。で本当は3ミリとかの幅の両面テープがいいんですけど、買うのを忘れたから普通の両面テープをカッターで切り目入れて使います。こうやってぐるぐる。この両面テープもかなり少ないよね。これ両方に貼っとくと仕事しやすいよ。とりあえずこっち端っこの方に貼ります。切り替えに行けよ。もうだって買いに行くのめんどくさいし、また家出たらもう帰ってきて、もう私今日はカキフライせえなあかんのにさ、もう時間押し押しなんすよ。からいっぺん晩ご飯食べてから戻ってくるかもしれない。ないなった、ないなった。ここで終わってしまいました。もうね、あ、来た、ワンチュー出る。こうやって両面テープ貼っとくとお仕事楽やね。ファスナーつけてから散歩に行きたいな。始まったよ。始まった。ここのジグザグミシンつけたところにこれをぴったり貼るの。でこうファスナーなるから、でこうぴったり貼ったら、ここちょうどミシンの押さえが来るぐらいの幅で縫っていきます。で途中途中でファスナーの頭動かして縫いやすいようにして縫っていくよ。ファスナー用の押さえもあるんですけど、めんどくさいやろ付け替えるの。でちょっと頭近づいてきたら頭動かして、で頭あっちに動かそうか。押さえ上げて頭をあっちに動かして、よいしょ、おっと足を下げて、でまたこうやって返して、できたね。そしたらここをめくったら、ほらこんな風にファスナーついてる。次受け側の方にもファスナーをつけます。本当はここ、こうファスナーつながってるけど、分かりやすいように分けて書いています。こちらがファスナーギザギザになっている方、布地の平らな方に両面テープをこっち側と裏面両方貼ります。そちらに裏向けた生地を端揃えてぺったり貼ります。反対側も中表にしてぺったり貼ります。裏生地、ファスナー、もう一個上の生地置いて端っこミシンをかけ生地を返します。そうするとファスナーのギザギザが出てきますね。ここをミシンをかけて押さえておきます。そしたら今度こうなってるでしょ。ここにこう挟むようにつけたらいいから、こっちの裏と表にこれ貼る、両面で。あ、ないなった。ちょっと代わりのテープ取ってきます。こっち側の14センチの方めくったら、こんな風にファスナーついてます。このファスナーの端っこ両面に両面テープ貼ってあります。じゃあこれめくります。両面テープにちょっと太いけど許してね。もう思い立ったらすぐやりたいから。もうワンちゃん散歩攻撃始まりました。今日はちょっと押してますと、ファスナーだけつけさせてね。短い方のやつを裏向けて貼ります。ちょうどここの端っこ合うようにね貼ってきます。このファスナーの端っこに合うようにこうやって貼っていきます、ね、貼ったら裏側のちょっとこう見えやすいように押さえておくね。こっちのテープもめくりますね。裏を表にしてここと端っこ揃えて貼っていきます。おじいも一緒にね、両面テープ貼ってるんだよね。そしたらさ、見て、ファスナーを挟んで、
こういう風になる。わかる。ここを5ミリの縫い代で縫っていくから、ミシンの押さえ幅ぐらいで縫っていきます。ちょっと両面テープはみ出ちゃうかも、ぶっちょいから。でここ頭あるでしょ、頭見といてね。とりあえずこう5ミリで縫っていくよ。でちょっと頭ずらしてね、この頭あると縫いにくいから、針は刺さったまんま押さえを上げて頭をスライドして向こうにやります。でまた押さえを下げて5ミリの端ミシンで縫っていきます。でこんな風に縫えてます。でこれをこっちに倒すと、ほらね、んでこれもこっちに倒すとこんな感じで綺麗にファスナーがつくの。ここはアイロンかけて押さえるよ。でアイロンかけて押さえたらワンちゃんの散歩行って、アイロンかけてこう引っ張ってアイロンかけてね、こうやって両面テープ使うとファスナー付けも難しくない。久しぶりにファスナー付けた。前はもうしょっちゅうファスナー付けてましたけど、うちはね、ちゃんぽ行こうって言うてる、ちゃんぽ行こうって。よいしょ、はい、これでデイバッグの上のファスナーがつきました。こういうとこね、こういう感じのとこね、つきました。そしたらワンちゃんの散歩行ってカキフライ作って食べてきます。ほなまた後でお会いしましょう。おちゃんぽ、おちゃんぽ、ねおちゃんね、ぽおもちゃんです。はい、なおちゃん、ももちゃん、お散歩中もうちょっとくっついて歩いてくれませんか。なおちゃん、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 頑張れ頑張れ、なおちゃん、なおちゃん、走ってる走ってる、なおちゃん、なおちゃん。バッグにつける前の前面のポケット作っていきます。そこでまた私やっちまいました。ファスナー何を考えたんだか、20センチ買ってきて10センチ間違えてた。悲しい。で、お家にあった30センチのファスナー使いたいと思います。もう今9時やから、もう買いにも行かれへんし、でも今日作っちゃいたいから、使っていきます。悲しすぎる。悲しすぎる。お家に開いて、2センチ。痛かったね。いっちゃおう。僕、ファスナーが折れないためにあれがついてたんやな。あかん、作り直そう。頑張る私。ポケット作ってるところは全部カット。1から今からいきます。ポケットを作ります。ポケットの上部はこちら 3.5 センチ折り返してください。それでミシンをかけて、メインのファスナーと同じようにつけます。この際ファスナーが20センチですので、ここ5センチほど足りません。その分をこのように生地をつけて、ファスナーの長さを長くしてつけますよ。詳しくは動画をご覧ください。はい、ほなポケット作っていきますね。ポケットは結構折り返して分厚くなるので中の芯抜いておきます。丸ままつながってるけど、まずほどきます。ビリビリで、ここの折り返してるとこを切ります。帯芯外して捨てます。で、ここの折り返してるところも切っちゃいます。これでお仕事だいぶ楽になりますからね。はい、これでまず下のところね、これ上のところも同じようにめくって、短い方は別に輪のままでも大丈夫です。そしたらここジグザグミシンかけておきますね。さっき30センチのファスナーで縫ったんですけど、ファスナー30センチでやると縫いにくかったので20センチのファスナーを使います。で、ここの生地のところ空きが出るでしょ、ここ同じ長さになるように余っている端切れをこうやって1センチぐらい折って、6センチぐらいです。幅はファスナーの幅ぐらいあったらいいです。それを1センチ折りたたんで、ファスナーのお尻、そしてこっち折りたたんで挟んで、
ここを端ミシンかけてあります。これを両側つけてあげますね。で反対側もこれをつけてあげます。はい、それで小技ね、反対側縫うときファスナー邪魔やから開けたら広がって縫いにくいでしょ。だからこういうときはこうやって押さえといてホッチキス止めといてあげるといいです。ホッチキスでこうやってこんな感じ、そうしたらこれ開けても広がらないから、で布を縫い付けてあげます。適当でいいと思うよ。適当でよく失敗してみるね。また1センチぐらい折ってあげて挟んで、反対側も挟んで、挟んで挟んで、端っこミシンで縫ってあげる、ね、でホッチキス外してあげます。同じぐらいの幅になりましたね。そしたらポケット作っていきますよ。じゃあ上の方の浅い方 9.5 センチの方を 3.5 センチ折ってアイロンかけますよ。もうね、なんか 思った通り今日はうまくいかなくて20年前はあんなにスルスル作れたのに全然もう覚えてない。 3.5 センチ折ってアイロンかける。アイロンかけたらここを端ミシンかけます。5ミリ幅ぐらいかな。そしたらここにファスナーをつけます。ファスナーはこういう感じでつけるよ。だからここにここの布の上まで一直線両面テープ貼っちゃいますよ。いいか、もうぶっちゃいまま貼っちゃうよ。両面テープ貼らなって母さん悲しすぎるよ。ちょっと待っててね。頑張るよ私、負けへんで。はい、じゃあね、今度 3.5 センチ折ってここ端っこミシンかけました。そしたらこのジグザグミシンかけたところにファスナーをつけていきます。ここにつけるね。だからここのちょうどファスナーの面に合わせて両面テープを一直線に貼りました。これはまず仮止めのためですね。でこれをめくってここのラインとこのファスナーのラインを合わせて貼ります。こんな感じね。うん、 OKOK。 でちょっと開けとくね。そうしたらここのところをちょっとファスナーと同じラインにしとくね。分かりにくいからね。そしたらここを5ミリの端っこミシンをかけていきます。ここ折ったところ合わせてずっと下も貫通させるようにね。でファスナーの辺ときたら押さえ上げてヘッドを動かして邪魔にならへんところまで持ってってまた押さえ下げて端っこ縫うところにして端っこまでね。よし、で見てみて、ポッケの上開けたらここファスナーついてる。じゃあ今度ここね、ここは上と下両方テープつけてあります。これをめくってピロピロっとね。そしたらここのファスナーのラインとこのポッケの下のラインのを合うように置きます。裏上ね、このラインと端っここうやって置いてぺっちょり貼ります。よし、そしたらめくひっくり返して今度こっちので、裏が上ね。でここのファスナーのラインとこの布地のラインが合うように置きます。それでここ5ミリのところミシンかけます。よし、できた。そしたらめくをひっくり返すよ。ほら、これで綺麗でしょ。でこっちの下のもこうやってひっくり返してあげたら綺麗なポッケができる。なここアイロンで押さえておきますよ。で軽くここミシンかけといてあげたらファスナー噛みにくくていいと思う。噛みってこう噛みにくくていいと思う。あっちの裏地のやつもかけといてあげてよかったね。そうやね、よう噛むね。ここ端ミシンかけときましょう。ええやん。じゃああっちのもかけといてあげよう。こっちのね、ところね、ここのところもかけとこう、端ミシン。ファスナー開けたり閉めたりしても
挟みにくいと思います。これまあ置いとくね。はい、次ね、ポケットを前面のパーツに縫い付けます。ポケット上部、ポケット下部をファスナーで付けて一体化しています。ふっくらするようにまちを作ります。3センチ3センチのところに印をつけ、2センチ2センチのところに印をつけて、2センチ2センチのところをカットします。ここをつまんでミシンをかけて立体化します。これを4箇所やってください。できましたら周囲を1センチ裏側に折り込んで端っこミシンをかけておきましょう。こういう感じになります。これをパーツに縫い付けます。まず中心同士で揃え、この中心とこの中心を揃えます。下から4センチのところに配置し、待ち針で固定し、上からミシンをかけて縫い付けます。でこれ四隅全部やってほしいんですけども、半角定規3センチ3センチのこうまちを取ってもらいたいんです。から定規を当てて、まず実際縫う3センチ3センチのところに、これ実際縫うところで1センチの縫い代を取りたいから2センチ2センチで印をつけて、でここをカットします。2センチ2センチのところをカットします。カットしたね。そしたらこれをこうやってつまんであげて、ここの1センチのところを縫ってあげるよ。こんな感じでひっくり返すと、ほら、まちができた。これを4箇所やっていきます。はい、まちをコロンコロンとひっくり返したら、こういうポッケになりました。よかった。ファスナーはちょっとちっちゃいけど、絶対縫いやすいと思う。そうしたらこの周囲全部1センチ折り込んでアイロンかけます。このカーブのところとか、このファスナーの分厚くなってるところも一緒頑張ってアイロンかけましょう。はい、1センチ目安やけどね、アイロンをかけることができました。そうしたらここちょっとずれてるとことかもあるから、こっちのずれてる上のところの端っこミシンかけていくようにしましょう。だいたい7、8ミリのとこかな。ゆっくりいきます。って感じね。はい、じゃあね、この前面にポケットをつけていきます。まず前面の表側に真ん中の中心線になるところに待ち針打っておきました。こっから下から4センチのところにライン、両端から3センチのところにもライン打っときました。これは目印ですから、ずれてもはみ出てもご自分の縫った感じのね、合わせてくれたらいいと思います。で、4センチのところとこの中心を合わして、ここの下のライン合わして留めます。よいしょ。そしたらここも中心と中心合わせて、でここ立体になるからちょっと下げようか。上から一応これ中心ここ置いとこうか。そしたら今度脇3センチ3センチ、ここの横のラインを3センチのところに合わせます。で待ち針打ちますよ。これあのダイソーの消えるペンでやってますので、怖がらなくて大丈夫ですからね。でここ下のライン合わせて、ポケットがちょっと立体になってるから、立体になるようにふんわり配置していきましょう。だんだん細かいことを一個ずつ一個ずつやってたら終わりが見えてきたよ。でここも3センチのとこ線引いてあるから、ここ3センチのところ合わせて、よいしょ、待ち針打っていきます。この待ちはなんとなくこう潰しながら縫ったらいいと思います。レイアウトでできました。そしたらこの辺から端っこミシンで上から押さえていこうと思います。ぐるーっとね、ゆっくり縫っていく。ついたついた、開けてみるね。 OK ね、 OK、 開けてみます。こっち、お、 OK、 開きました。
ちょっとね、バックっぽくなってきたね。よし、できた。じゃあ、次。背面にベルトをセットします。本編では付け忘れた24センチだったかなのベルトをこちらにセットします。ふかふかのベルトと下のベルト、ジョイントで合わせたものをこのようにセットします。中心から 2.5、2.5 センチ。こちらはカーブのとこから1センチ開けたところに置きます。このようにベルトを配置して、仮で縫い付けておきます。じゃあいよいよこの背面のパーツにこのベルトをつけていくよ。片っぽはもうつけてみた。中心に待ち針を打って最初に作ったパーツをこっから 2.5 センチのところでマジックで印つけた。1センチぐらい出るように垂直に置きます。よし。で、ここを止めて、それで、ここ、このパーツを、このようにして、カーブの上に配置します。で、これを止めます。はい。じゃあ、この4箇所をずれないように仮止めしておきます。こんな感じにぐるっとね。はい、ベルトつきました。終わりが近い。まだやけどな。じゃあ側面のパーツを仕上げていきますよ。説明を聞いてね。前面パーツの周囲を測ってください。この周囲の長さとこのファスナーついているパーツと下のパーツの長さが同じように調節します。まず下のこのパーツ1センチ折り返したものをここにかぶせてミシンで縫い付けます。そしてこの長さになるようにここのところカフ多いところ折り込みます。私は 3.5 センチ多かったので折り込み、ここの上に重ねてここになりますね。端っこミシンで押さえました。こうするとこのような輪っかになります。はい、どうでしたか。こういう感じにメジャーでぐるーっと円周を測って、その円周に合わせて加減していきます。ちょっと長い目にパーツを取ってあるから、ここで考えればいいです。ここ60センチ。60センチのところにこの73、4センチのパーツをつけるんですけども、まず片方は1センチ。で、この長さをぐるーっと測って円周に合わせて、長いところは折り込んでくっつけます。切っちゃうと後でやっぱ足らんかったって時に心配やから、以上折り込むだけにしました。私は今回 3.5 センチ折り込んだらちょうど139センチになったのでそれで合わしました。そしたらここのところ1センチの縫い代で中表で縫い合わせますよ。で中表ファスナーのとこねガツンっていかないようにちょっと加減しながら縫ってね。ゆっくりいくわ。ああ、いけた。ファスナーガツンってならなかったね。よかったよかった。よし、ファスナーどこ怖かったね。で、ここ1センチで中表で縫ったから、ほら、ひっくり返したらこんな感じになってます。それで、これを、ぐるっとこうやって、今度またこっち表にして、で、ここ、多かった35ミリ折り込んであるの。ここを、縫い付けます。だからこれをこうやってやな、このちょうど1センチぐらいになるところで合わして、こうやって広げて縫ってあげると 3.5 センチ短くなるね。でこれを返すよ。そしたらほらこうなってね、ほらデイバッグの側面できました。アイロンで押さえておきますね。で、これを本体に縫い付けたら出来上がりや。じゃあこれを次は本体にセットしていくよ。もうすぐ出来上がり。頑張ろう。おお。ここに前面パーツ、背面パーツを全部中表にしてくっつけます。返し口としてここのファスナーを開いておきましょう。これを
待ち針できちんと固定して1センチの縫い代で縫い付けます。背面も同じように縫い付けます。裏返して出来上がりです。あともう少し頑張って。じゃあいよいよ組み立てていくよ。これ前面ポッケのある方ね、こっち中表にして、それでファスナーがこうなるから、こっちがこの蓋ある方、蓋のない方、こっち側が前面になります。でこれを中表で合わせていくよ。ここの中心になるところに待ち針を当てておきます。こうね、中表にして合わせます。中表にして短い方、受けの方とこれを合わせていく。まず中心と中心を合わす、こことここを合わすと。でこうちょっとずつ合わしていくよ。だんだん分厚くなってきたからクリップの方が止めやすくなってきた。うまいこと合うかな、ドキドキやわ。分厚くなってきたからピンチの方が止めやすい。なんかいい感じなような気がする、いい感じなような気がする。おお、いいじゃない。よし、こうやってうまいことくっつきました。じゃあここを1センチの縫い代でゆっくりぐるーっと縫い合わせるよ。どっちからやった方がやりやすいかな。こっちのこうやな、こっちの側面上にしてこう縫っていこうと思います。よし、頑張ろう。カーブのところ特にゆっくりね。縫えた、ほらほら縫えたよ。そしたら今度こっちの面に背面を中表で縫っていく。ベルトとか一緒に縫ってしまわへんようにクリップで留めとくといいよね。私昔よくさ、こういうの一緒に縫っちゃって、あっちゃーってなったことよくあったよね。ない？こうやってクリップとかで留めとくといいですね。これを中に入れ込んで、でまたここの中心、前前面と同じようにぐるーっと合わせていくよ。ブラブドできる。あ、これいいこと今気づいたよ。ひっくり返しとか開けとかなあかんじゃん。あ、ファスナー開けたらひっくり返されるか。返し口開けとかなあかへんっていうと思いついたけど、ここのファスナーの蓋開けといたらここから返されると思う。ね。ファスナーの蓋をちょっと開けときました。いいこと気づいたね。もう今夢中でやってるからさ、返し口のこと忘れてたよ。よいしょ。ちょっと一部硬いとこあるから、家庭用ミシンの人はきついかもしれない。お、なんかちゃんと円周測ってやったから、合うね。じゃあまたそこから縫っていくよ。これ縫えてひっくり返して合わせたら、出来上がりちゃん、うまいこと言ってますよ。ゆっくりゆっくり。できた。ひっくり返すの怖っ。ひっくり返してみようか。ドキドキワクワク。中はこんな感じです。じゃあひっくり返します。ここのファスナーのところから。ぐるりと。お、どう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 。まずベルト、いらんとこに打てないか。あ、無事でしたね。よいしょー。あ、えんちゃう、えんちゃう。まあ、いつも、よくえんちゃう、えんちゃうって。もう、こんなんやろ。こういうのを中に入れて、こうやって開いて。この帯は、縦も横も関係ない模様やったから、何にも考えずに、行きましたね。あまりこう、模様の定規とか、決まってるやつやったら、柄合わせるの難しかった。な、ちょっと可愛いかも。この間クリスチャン・ディオール展見てきたから、クリスチャン・ディオールは日本庭園とか浮世絵とか日本の草花にすごい興味を持ってデザイン取り入れてらしたのを、なんかディオールっぽいって感じに言ったら怒られる。ディオール知らんくせにそんなん言うたがね。ちょっと展示会見ただけでそんな思った。でもやっぱり展示会見たらいろんなインスピレーションが来るからいいよねって言って、ファッション勉強してる子に言うと怒られるね。何がクリスチャン・ディオールや。よしよし。
クリスチャンディオール店行って、帰りに深川ご飯、飯食べようと思って、目当ての店が閉まってて困ってたら、視聴者のリアさんですかって言って声かけていただきました。ありがとうございます。教えていただいたお店、美味しかったです。一生懸命調べて行ったお店が閉まってたので、途方に暮れと夜の11時過ぎです。できました。博多帯からの、博多帯やったっけ、博多織、博多織の帯から、アンティークの博多織の帯からデイバッグを作りました。こんな感じです。いや、織ちょっと間違えて何回も切ったもあるんですけど、帯残ったんこんだけです。もうこんだけあったらまた何かできそうやから置いときますね。でもすごい贅沢、全面に博多織の帯使いました。で、長さ調節できるようにベルトになってます。で、肩もいっぱい下げても痛くないようにキルト芯入れてふわふわに仕上げました。ここに刺繍のお花が来たのがポイントです。で、ファスナー開け閉めしやすいようにヘアゴムぶっちょいのつけておきました。これで開閉が簡単です。こうちょっと中も膨らみあんこ入ってんねんけど、中こんな感じで大きく開いて見やすいです。で、ここをこう閉めて、で、前面のポッケ、こうファスナー全部隠れるようになってます。ファスナーこれ逆つけたかもしれん。普通ファスナーってこっちから開くよね。私ちょっと上下逆つけたかも、左右逆つけちゃったから。でもまあいいや。で、こうなります。いかがですか、結構可愛いのができたよ。すごいちゃんとしたデイバッグになったと思う。ちょっとあの余裕があったらしょってるところを写真貼っつけておきますね。あるかな。どうよどうよ、いいと思う。本当にちゃんとしたデイバッグできたね。カンコピ、いや、すごく良くない？博多織のデイバッグ完成です。これでたくさんお買い物したり、お花見、あ、これをしょってお花見行こうか。いいね、お花見行って写真撮ってこれたらいいですよね。そうしよう、そうしよう、これしょってお花見行ってこよう。で、こんな感じです。ぐる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 、あ、いいね。で、中も外も見やすいです。で、私が今日着ているチュニックは昔作ったチュニックの作り方で作ったチュニックです。もう随分着てます。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。何回も失敗してうまいこといかないところもあったけど、全部修正してから編集してお伝えしたいと思います。いっぱいいっぱい失敗しました。でもその代わりちゃんとかっこいいデイバッグができてよかったと思います。皆さん最後まで見ていただいてありがとうございました。またあの元気が出るグッドマークとチャンネル登録お願いします。チャンネル登録していただけますと私も成績がアップしてすごく嬉しいので、ぜひともよろしくお願いいたします。3月の31から4月の2日までは東京ビッグサイトの骨董グランデに出店しています。4月の14、15は大阪のグランキューブ大阪で名館エポック大阪っていうのに出店しています。そちらの方ではオプショナルツアーリランと一緒に名館を回ろうというのをやってみたいと思っています。ご興味おありの方はタイトルの下にオプショナルツアー名館を巡ろうのリンク先を貼っておきますので、よかったら見てください。名館エポックで私が集合して案内しながら会場をぐるっと一周回るツアーです。またよかったらよろしくお願いします。お待ちしています。最後まで見ていただいてありがとうございました。今日も楽しく一生懸命作れました。またお会いできますの楽しみにしています。リアンでした。バイバイ。何言ってるかわからへん、眠たい。おやすみー。